朝潮太郎、朝潮太郎、朝潮太郎、1929年、昭和4年11月13日から1988年、昭和63年10月23日は、本名、米川文俊、鹿児島県徳之島出身、出生地は兵庫県向郡、現在の神戸市で、高砂部屋に所属していた大相撲第46代、横綱。現役時代の体格は、 身長189センチメートル、体重145キログラム、得意技は、左四つ、より。1948年、昭和23年10月場所、本名の米川で、初土俵。当時、天海は、米軍の占領下にあったので、兵庫県の親戚、大沢徳城を頼って、貨物船に忍び込み密航。天海が返還されるまで、兵庫県、 神戸出身と番付に書かれていた。劇士となってから故郷奄美の返還運動にも参加し、奄美返還後は、鹿児島県出身と書かれた。濃い胸毛と太い眉毛で人気を博し、当時は、一に、浅潮、二に、長島、三に、三島幸男と、胸毛の濃い著名人を歌うフレーズが聞かれた。東方映画、日本誕生に、田地からおの命の役で出演したり、 週刊少年マガジン総看号の表紙も飾った。大阪場所で強く、大阪太郎と呼ばれた横綱だった。優勝は5回あるがそのうち4回が大阪、あと1回は九州、横綱昇進を決めたのも大阪だった。左はず、右上でで挟みつけるように攻めた時の強さは、特筆すべきものがあり、期待通りの出世を遂げた。入門に際して、前田さんは、 六尺一寸、二十九巻の大男がいるので指導する気があったら、君が連れに来いと米川を紹介されたといい、入門時には逸材が入ったと記者クラブが大騒ぎであったと伝わるが、半ズボンに新中軍のセーターという入れたちをしていた。ため初めて米川を見た前田さんは米川がそれほど大きくないと錯覚したという。しかし当時としては異例の巨体であったため、 相撲界隈では、100年に一度の巨体と評された。当時立派な服など持っていなかった米川に四代、高佐子は、色は焼けているが、比較的立派な服を譲り、密、入国者であり、配給を受けられない米川に闇米を買って食べさせた。しかし物資に恵まれない時代に、特別扱いを受けていた米川をひがむ者も、少なくなかったという。 当時の天マ大島の力士に共通していた弱点として下半身が脆く前田さんは志村清順との対談で大体いい私の方へは天マからたくさん青年が来てますが向こうのものは全部腰から下がいけないんですね食べ物の関係かなんか知りませんが結局足の訓練が足らない歩かないんだまあ毒蛇のハブがおるからと思うて 歩かないのかもしれないけどとつぶやいていた。そのため、前田さんは多い日では四時間も米川に思考を踏ませ、東富士と稽古を行わせた。前田山が現役であった頃は、自ら胸を出した。1951年、昭和二十六年一月場所、年六場所制、実施、1958年以前では、羽黒山に並ぶ。 序の口から所要な場所の最速で新入幕を果たす。1952年、昭和27年9月場所は4日目に、羽黒山、9日目日夜の山を初顔で破り、10勝5敗と2桁勝利を挙げて、初の四勲賞を受賞した。翌1953年、昭和28年1月場所で小結びを通り越して、新三役。 関脇に昇進して11勝4敗の高成績を上げ、2回目の四勲章を受賞した。入門当初から世話になり、積極的に稽古をつけてくれた東富士の引退により一度は低迷して平幕に下がるが1956年、昭和31年3月場所関脇で12勝3敗の成績で、大関、若野花、平幕の前頭15枚目、若葉黒との決定戦に進出。 下馬評は当然、大関の若の花有利だったがこれに勝って初優勝を果たした。その優勝決定ともエセンの取り組みでは、左四つに組み止めた朝潮が盤弱の形となり、最後はうっちゃりに来る若の花をがぶって、寄り倒し、続く格下の若葉黒も一周した。これは、昭和生まれの力士の初めての幕内優勝でもあった。翌。 5月場所に大関昇進をかけたが8勝7敗で失敗に終わった。しかし1957年、昭和32年3月場所は初日から12連勝し、史上初の横綱大関総なめ、同じ高佐後一門の松登りと休場した吉羽山を除くの今日成し遂げ、13勝2敗で2回目の優勝を果たし、場所後大関に昇進した。1958年、 昭和33年3月場所も13勝2敗の成績で関分け、ことが浜との決定戦を制して優勝し、大阪場所3連覇、大阪太郎の名を定着させた。同年、11月場所は14勝1敗の成績で4回目の優勝。この場所千秋楽の若野花との相星対決では、朝潮が突っ張りから素早く左4つに組み止めて、先に上手を引き、 有利な体勢から再三寄り立て、若の花が残すと、朝潮は右上手投げから頭をつけ、左をはずに当てて、必死に寄り切った。1959年、昭和34年3月場所は優勝こそ逃したが、13勝2敗の、高成績で1月場所の11勝4敗という、成績は問題視されたが横綱になった。当時、 胸毛のある力士は横綱になれないというジンクスを見事、破った。横綱土俵入りでは四大高さ語から、君は上手にしようと思わんでいいと指導されたこともあって、少なくとも横綱初期においてはゆっくりとしたものに仕上がった。しかし横綱昇進以後は、脊椎分離症などに悩まされ強弱の差が激しく、強い朝潮と弱い朝潮の二人がいると言われ、 ある時浅潮にいいところなく、負けた、では二式が、今日は、強い方の浅潮と当たっちゃった言っていた。また球場が多いため、や印の横綱とまで言われた。横綱在位三場所目で2回以上の球場という、記録は、昭和以降4人目。横綱になっても足腰の脆さは残っていた。その後はしばらく優勝することがなかったが、1961年。 昭和三十六年三月場所は四日目に、土地光に敗れたのを除いて、白星を重ね、十四日目に大関、ことが浜を押し倒して十三勝一敗、十四日目に五回目の優勝を決めた。千秋楽は大関、柏戸に植えて投げで敗れたものの十三勝二敗で再起を果たした。この場所は、弱い朝潮は、生まれたばかりの息子をあやすために、 東京に残って強い朝潮一人だけが大阪に来たと言われた。5月場所は初日から3連敗で、休場、7月場所は初日から7連勝し、先週楽に12勝2敗同士で、大関、大鵬との相星決戦に臨んだが敗れて12勝3敗。先週楽の取り組みでは、大鵬が右から張って左差し、朝潮は右上でを取って左から攻めたが、大鵬は、 右上でを取ると、上手投げで、朝潮の体を崩し、左はずから体を崩して対砲が勝利。これの場所が最後の光だった。結局素質は、戦後最高とまで言われながら連覇も全勝もなく一、時代を築けなかった。体を前に小さくかがめて対する取り追いの方で、小兵力士には強く、土地二式には一時期不戦勝も含めて六連勝と、検討し、 通算対戦成績も13勝16敗、若野花は、たびたび彼に苦敗をなめ、通算対戦も16勝17敗、上日の決定戦も含めれば17勝17敗と、互角に戦った。また、大関、若葉黒には21勝3敗と圧倒的に強く、大関、琴ヶ浜にも18勝11敗と勝ち越しており、一時期は7連勝したこともあった。その一方で、 関分け、鶴ヶ峰には十勝八敗と苦手にしていた。1962年、昭和37年1月場所、番付に名を残しながら同場所前に、現役引退を表明。横綱在位数は1961年、昭和36年までの16場所だった。番付上は17場所。本来は、振り分け親方となるはずだったが、親友である松登りの、 引退の際に名跡を貸していたため当時の一大年寄り制度を利用して朝潮のまま親方になる。現役力士から名跡を借りている親方は、本来は名跡の持ち主が引退すれば返さなければいけないが、松登りは年寄り名跡がなくこのままでは廃業かと心配していた。この時振り分け、松登りの元を訪ね自身は横綱の特権が使えることからそのまま貸し続ける。 ことを快諾したという。同年代戦、高戸が亡くなり振り分け親方が、大戦部屋を継承すると、自身は振り分けを襲名。一時期独立して振り分け部屋を経営したが後に部屋を閉じて高砂部屋に戻った。1971年、昭和46年の四代目高砂、元横綱割れた山が亡くなったことに伴い、五代目高砂となり、 高砂部屋を継承し、先代から引き継いだ、高賢山、藤桜、自分の第二入門した朝市を、源高砂、小西木、水戸泉、源西木ドラを育てた。また、1975年、昭和50年の大関、高野花の初優勝に際し、審判部長として、高野花の兄双子山審判部副部長に優勝旗を授与させる計らいも見せた。 1988年、昭和63年、9月場所中、弟子で、西サモア出身の幕内力士だった南海流が飲酒による、そこを問題を起こすと、その後南海流は廃業、その後間もなくして、脳一血で倒れ緊急入院。しかし意識は戻らないまま、同年10月23日に58歳で急死した。同年行われた、若野花入りの際には、 来年は、わしの番だと自身の歓歴、60歳土俵入りを楽しみにしていたという。ただしこの土俵入りのために他人に見せられる体に、するため、当時50代後半という高齢に無知を打ち、ジョギングなどのハードトレーニングをしていたといいこれも、急性の縁引ではないかと指摘する声ある。赤い綱も用意していたが使われることなくお暗い字となった。1995年7月。 出身地の徳之島町に銅像が建てられた。2006年12月の徳之島巡業の折には、孫弟子にあたる横綱朝昌龍が銅像の前で土俵入りを行っている。夫人ら家族は長野県千野市でちゃんこ鍋や、スモー茶や、米川を経営。長男はフジテレビプロデューサーの米川一世。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。